今回は歩くことを専門的にサポートするビジネスに注目します。去年11月宮崎市にオープン、退院後の人などを整体でサポートしているサルク。こちら代表の花田総平さんは、特殊な技術と知識を身につけあるものを作っています。体の関節にかかっているような負担というのを減らすために、こちらの方ではインソール、靴に入れる中敷きの方を作成しています。こちらは特殊な中敷き、入谷式測定板。一人一人の姿勢や動きを確認しながら作るオーダーメイドのインソールです。右の方が後ろにこう残るので、こういう基本的にこの形で歩かれてます。歩き方の癖で膝などに負担がかかってしまうことも。このインソール、独自の手法で体全体にかかっている負担を減らし、より効率的に動けるものだといいます。この薄さが場所によって違うわけですね。そうですね。その必要に応じたところの高さだけを作っている形になります。インソールのどの部分を高くすればよいのか、薄いテープを貼って何度もチェック。その後ゴムの一種を 0.1 ミリ単位で削っていきます。ということはあと 0.3。 入店からおよそ3時間、パーツを組み合わせ完成です。いいですか？いや、すごく歩きやすいですね。よかったです、はい、ありがとうございます、体が少し右の方が後ろにちょっと残っている現象というのは、まあ、収まったかなと思います。そんなに力を入れなくてもスーッと体が前に歩けていくような、そんな気がしました。歩くことをサポートするサルク、今後は宮崎の方の元気を足元から支えていくと、そういった事業を、進めていければと思ってます。スニーカーやパンプスにも対応、多くのアスリートも愛用しているという入谷式測定板は2万2000円で販売されています。